マッックススフェルスタッペン1オラクルレッドブルレーシングポールポジションを獲得できて嬉しいです路面がかなり滑りやすい中で周回を重ねていくしかなかったのですがマシンの方向性は合っていたので走れば走るほど改善していくことができましたフリー走行 FP1 の後予選に向けていい方向に進めたと思います明日はセッションの時間も気温も違ってくるので面白くなりそうです全体的に 今日ののママシンンパフォーマンスに満足しています。セルジオ・ペレス11オラクル・レッドブル・レーシング今日はとても難しい日でしたマシンのバランスに苦戦したし他にも改善できない問題がたくさんありましたコーナーごとにコンディションが違うところがこのサーキットのトリッキーなところでレース中のオーバーテイクは難しいのですが最善を尽くして日曜日の決勝までに改善したいと思いますまた明日 スプリントでより良いパフォーマンスを発揮するチャンスがあります。